昇格型航空母艦。昇格型航空母艦は、大日本帝国海軍の航空母艦の艦型。同型艦は、昇格と随格。基本的には全球の飛竜を拡大したものであるが、環境の位置が、右玄前寄りとなっている。これは当初、赤木や飛竜と同様に、左舷側中央部に設置する予定だったものを、左方向に施行する、レシプロ機では、 着艦日照があるということが赤木での運用実績で判明したため建造途中で右舷前よりに変更したものであるこの変更で右舷に重心が寄ることとなったため環境はそれ以前の日本空母より飛行甲板に食い込む位置に収められており第一航空艦隊司令部の視察時に不評を買っている環境の形状は飛竜の環境に準じているが 前よりに変更されたことによりミサオ艦の視界も開けたため一層減らされ、がが総流と同じく三層四艦艦となっている。機関については同時期に建造をされた大和型船艦と同形式のロゴ艦本式重油戦勝水艦艦を高温高圧化回収させた八機のボイラーを搭載し、日本海軍の艦艇で最大となる十六万馬力を発揮している。 ヤマト型は12機のボイラーで15万馬力。これにより、要求された34キロトンという高速を達成しただけではなく、不足気味だった、総流、飛竜より30%以上長い高速距離も達成している。また、バルバスバウを採用した日本海軍の軍艦の中では、最初に竣航した艦型である。艦の大型化による格納庫の拡大と、 航空偽装の宣伝により搭載機数は曹流・飛流より約30%多くなっている。これは日本海軍の保有する全空母の中でも戦艦を改装した加賀に次ぐものである。飛行艦板も曹流・飛流より10%以上長い242.2メートル、幅29メートルとなっている。しかし、船体が高速発揮のために細長くされたため、 飛行甲板は、艦首の幅が最大幅よりかなり小さい瓶型形状となっており、また、同様の理由により、飛行甲板は、船体の長さより15メートル以上と著しく、短いものとなった赤木、総流・飛竜の飛行甲板は、船体より約10メートル短く、加賀の飛行甲板は、船体より約1メートル長い。 この点についても第一航空艦隊司令部から不評を買った。建造時計画されていた発汗型タパルトは実用化されなかったため設置されていない。防御力についても操流飛竜より強化され、弾火薬庫部分は8 0 0ラム爆弾の水平爆撃及び2 0トル砲弾の直撃に、機関部などの重要区画は 251kg 爆弾の爆撃及び 巡洋艦の砲撃に耐えるよう考慮さているが、基本的に昇格型の防御思想は従来通り、艦上戦闘機と対空砲火で敵攻撃機を撃退しようというものであり、空母の最大の弱点である飛行艦艦への走行は、予算、後期工程、設計試行技術、搭載機数の確保の理由から、次の正規空母大砲に譲られている。飛行艦艦を貫通した爆弾が、 格納庫内で爆発した場合には、飛行艦板への被害を最小限にするため、爆風を原則に逃すよう、格納庫の側壁は簡易なものとされたが、産後回回戦で、昇格が被弾した際には、そうはならず、飛行艦板が大破した。炎症対策として、従来の液化炭酸ガス噴射式に加えて、粉末式消火設備を装備している。また、艦内の全部、ーブ 後部の3カ所に、中排水式所を設置していた。昇格型は、第三次海軍軍備充実計画、通称丸三計画で建造された、大型攻撃空母であり、丸二計画で建造された、空母総流、飛竜の拡大発展型である。当初は1万8000トン級空母として1940年末に2隻の完成を目指していたが、 ロンドン海軍軍縮条約を破棄してから建造されたことから排水量の制限を受けなかったため航空機用弾薬を増やし3万トン級に大型化している。昇格の名前は天城型巡洋戦艦天城、赤城が空母に艦首変更された余波で建造中止となった空母昇格を復活させたものである。昇格型二隻は共に 太平洋戦争開戦直前に竣工、収益して、第5航空戦隊を形成、第1航空艦隊に編入された。開戦直後の真珠湾攻撃を皮切りに、正論大き戦などで活躍したが、35回海戦で、搭載航空隊が消耗したため、ミッドウェイ海戦には参加できなかった。その後、第5航空戦隊は、第3艦隊第1航空戦隊として再編され、 第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、ロゴ作戦、マリアナ沖海戦、エンガの岬沖海戦といった主要な海戦に、日本海軍機動部隊の中核として参加した。なお、上空からでは、外見だけでの両者の判別が困難であるため、飛行艦板前端に、対空識別記号として、それぞれ昇格には、死、随格には、その文字を記入した。 さらにその記入位置は若干図されている。ただし、この対空識別記号は日本空母のすべての艦で確認できるものではなく、昇格に関しては南太平洋海戦損傷修理後も引き続き対空識別記号を記入したのか確認可能な写真は見当たらない。地は演技が悪いとして書かれなかった可能性もある。対米海戦直前以降に進行した軍艦に 共通することであるが、戦中の軍事機密と終戦時の機密書類処分のため、正確な艦型や偽装など全容において不明な部分が多い。日本ニュース第232号、人置き回線において、随格の映像が残されている。やや不鮮明ながら、明細を施した随格最終時の姿が確認できるほか、対空戦闘シーンや発艦シーンもある。なお、 発艦シーンは、右舷側から撮影されているが、この回線を撮影し帰還した、山根重視、軽巡洋艦、大淀に上艦、竹内広和、空母、随宝に上艦、沈没後救助両カメラマンの上艦した艦船は、いずれも、随格の左舷側に位置していたことら、右舷側から撮影した映像はおそらく演習時に、撮影されたものではないかと考えられる。上記の、 大撃退出動とほぼ同時期に撮影された可能性が高い。また、1944年に撮影された映画、大撃退出動で実物の随格が撮影されている。冷凍機械戦の約1ヶ月前である1944年、昭和19年9月23日に、瀬戸内海西部で訓練中の実物の随格艦上などで撮影が行われた。なお、 本編中で97観光が発艦する場面、飛行乾板上で待機している冷戦や発艦する、天山観光を環境上部から撮影した場面は、天山観光の発艦を飛行乾板の左減より焼き内から撮影した場面と異なり、船体や飛行乾板に迷彩が施されていない状態であることから、別の時期に撮影した映像を編集したものと考えられる。 日本海軍が撮影したフィルムが残っており、南太平洋海戦における随格が撮影されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。